ミッドフィルダー高橋英人選手、ディフェンダーの高橋祐二選手です。ぶっちゃけたトークもできればいいなと思ってます。よろしくお願いします。1階の皆さんこんにちは。2階3階、こんにちは。本当にたくさん集まっていただきありがとうございます。サガン鳥栖のモデル担当をしてます高橋祐二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それではお二人お座りください。ユージ調子いいね今日ね。そうですね、だいぶ。お二人はちなみに何と呼び合っていらっしゃるんですか？これはよっちゃんとユージです。なかなかよっちゃんって高橋義樹選手を呼ばれている選手もいないじゃないですか。はい、ちなみに小林雄三選手のことはパンちゃんって呼んでます。パン蔵なんでパンちゃん。あえて、はい、年上ですよね一応ね。年上で、ゴンちゃんは俺のことヒデトって呼ぶからね。あ、確かにそうです。俺年上なので。確かにそうです。呼んでますね。全部タメ語です。では、ユージ選手は何て呼んでらっしゃるんですか？ヒデさんです。ヒデさんか、先生です。はい、ね。教員免許もお持ちですもんね。今シーズン振り返って、まあ、どんなシーズンでした？まあ、ハラハラドキドキ、ヒヤヒヤ、本当すいませんでした。まあそうですね。まあ、いただきという、まあちょっとこう、タイトルを取るっていうことをちらつかせた、まあ、シーズンの入りだったんですけれども、まあ、結果的には残留できるかできないか、本当にギリギリの戦いを最後までしてしまったので、まあ、本当に皆さんには申し訳ないなと思ってますけれども、まあ、皆さんの声援があったので、なんとか残留できましたし、まあ、本当に残留は必然だったなと今では思ってます。そうですね。まあ、本当にたくさん試合にも出させていただいて、本当に多くのサポーターさんに応援してもらって、スタジアムもあんないい雰囲気でサッカーするのも自分の人生の中で初めてだったので、楽しいシーズンでした。で、本当にまあ結果がついてこなかったのが残念ですけど、本当に皆さんと力を合わせて、残留できたなっていう感じです。お二人比較的近いポジションかと思うんですけれども、どうでしょう、高橋祐二選手の何か変化というのは。そうですね、まあ、僕サガン鳥栖に沖縄キャンプから帯同させてもらって、まあ、まず、まあ、ユージを捕まえて、まあ、韓国代表の、まあ、今鹿島に行ってしまったスンヒョンと、まあ、ミンヒョクが、まあ、最初レギュラーで出てて、でも絶対にお前レギュラー取れるから、まあ、本当に自分の努力を怠らずにやれって言ったんですよ。まあ、そしたらトン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 って成長してって、今や欠かせぬサガン鳥栖を守るディフェンスリーダーとして活躍してくれているので、まあ、僕の見る目は正しかったなと本当に今では思ってます。はい、ありがとうございます。その言葉覚えていらっしゃいますか？いや、すごく覚えてますけど、その正直その時は全然信じてなかったですし、まさか自分がここまで試合出れるとも思ってなかったので、本当に頑張ってよかったなと思います。まあ、でも成長していく選手って、はい、まあ、そういうもので、その自分の評価と周りからの評価ってこうやっぱりギャップがあるんで、まあ、本当に、まあ、彼自身の努力と、あと俺のおかげ違うね。そうです、はい、そうです、そうです。すごく田舎なイメージだったんですけど、うん、まあ、全然それとは近くて、まあ、人も温かいですし、あと一番驚いたのが本当にご飯が美味しいっていうのが一番驚いたので、本当になんか来てよかったなと思います。でもやっぱりイカですかね。呼子まで行ったんですよ、車で。めっちゃ遠かったですけど、はい、結構かかりますよね、都市からだと。かかったんですけど、いや、でも食べた時に来てよかったなと思いました。今英人選手も呼ぶ子でしょっておっしゃったってことは、もう呼ぶ子は行かれたんですか？3回ぐらい行きましたね。すごい。ユージが呼ぶ子のイカ、はい、本当に美味しいって言ったんで、まあ、ちょっと行ってみたら本当にハマっちゃいましたね。まあ、全然僕生きてるイカを食べたのが初めてだったので、うん、まあ最初はその今まで楽しそうに泳いでたイカをさばかれてっていうのがすごく罪悪感あったんですけど、食べてみてもう本当に美味しくて感動しましたね、本当に。
楽しそうに泳いでますかね。どんな楽しそうな、はい、そして秀人選手はどうでしょう、はい、佐賀は楽しんでいらっしゃいますか。楽しませてもらってますし、まあ、本当に温かいあの方が多いので、まあ、なんとか貢献という意味でもそうですね、まあ、プレーで一番は貢献できればいいんですけれども、まあ、何よりそのふるさと納税でですね、あの僕は上峰町の、 あの返礼品がすごい好きなので、いつもあの、はい、ふるさと納税で上峰町に寄付させていただいてます。そうなんですね。それでなんだっけな、3キロぐらいのこんな大きなブロックの塊買って家に届いたら冷蔵庫入んねえって言って奥さんに怒られました、ね、家呼んでくださいよ、食べますよ。すまんすまん、ごめんごめんごめん。全然で、次そうやってふるさと納税された際はぜひユージ選手をお招きください。そうですね、僕があの料理担当なんで、おお、はい、なんでも低温調理でうまいらしいです、はい、料理がお得意なんですか。はい、サッカー選手の中で一番うまいと自負してます僕。得意料理は、得意料理はですね、一日寝かせた牛すじカレーですかね。そのうちヒレーズキッチンみたいな番組ができても ね、 楽しいかもしれない。前あの僕もこみちさんと、料理のトークやったことあるんで、はい、そうなんですか。そのうちあのファン館とかでヒレーズカレーみたいな感じ出せたらいいんですけど、僕は犬を飼ってるのでドッグランとかに行ってます。なんていうお名前の、どんなワンちゃんなんですか。トイプードルの、もうほんとちっちゃいんですけど、多分ティーカップで、はい、祭りって名前です。これ以上は掘らなくていいんだよね。これ以上は掘らないでください。誰と行ったとかそういうのはいいんだよね。いいんだよね、一人で行っております。そうだよね、一人ですよ、一人ですよ、うん、そうだよね、本当に。はい、終わり、はい、はい、では、秀人選手はお休みの日は。そうですね、まあ、僕も、まあ、ちょっと午前中はグダグダしてますけど、うん、まあ、午後は子供連れてどこか公園行ったりとか、まあ、あと家族で、まあ、嬉野温泉この前行かせてもらったりとか、まあ、本当にあの九州を満喫させてもらってます。嬉野のお湯はいかがでしたか。奥さんが明らかにこう肌の調子がいいっていうんで、うん、まあ、それはもう月一で連れていかなきゃいけないっていう感じですかね。まあ、一番やっててよかったなと思ったのは、まあ、ホーム最終戦、あれ、結構こう前半0対1で折り返して、まあ、監督は周りの他会場の結果言わないんですけど、ハーフタイムその終わってスタあのもう一回入る際のところで、あのスタジアム DJ の方が、まあ、他の、ね、湘南とかどうだとか名古屋がどうだったか、周り全部勝ってんですよね。勝ってましたね、びっくりしましたね。あの時の言われた瞬間もシーンっていうのやばかったよね、はい、まあ、ただそれで、なんていうか、みんな腹くくったというか、まあ、本当にあの高橋裕二選手のパスカットからあのフェルナンド・トーレス選手が決めてくれたので、まあ、あの試合は僕にとってすごい、まあ、皆さんにとってもあの思い出深い試合だったと思いますし、まあ、また先ほどあのサンフレッチェ広島戦で高橋裕二選手がヘディングゴール決めた試合からもう本当に崖っぷちで一つも負けられない状況の試合の中、彼が点を取ってくれたので、まあそこからいい波に乗れたかなと僕自身は思ってます。いや、僕はそうですね、やっぱその広島戦だったり、あとはでも長崎との直接対決も自分の中ではすごく痺れましたし、まあ、本当にすごくちょっと荒い試合になったんですけど、本当に全員が勝ちたい気持ちをが前面に出てたので、あの試合は自分にとってはすごく印象に残ってますね。やっぱりスタジアムの雰囲気もすごかったですもんね。すごかったですね、歓声もすごかったですし、うん、いや本当にもう気持ちよかったです。勝った時は本当に気持ちよかったです、うん、その空気感を作り出してくれたサポーターの皆さんに一言。愛してる。そんなじゃないですか、ほんまそんなんじゃないです。本当にありがとうございます。本当に1年間ありがとうございました、本当に皆さんのおかげで残留できることもできましたし、試合も本当に楽しむことができました、本当に初めて来た僕を本当に温かく見守ってくれて迎え入れてくれて嬉しかったです、これからもサガン鳥栖
の応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。ではヒルト選手お願いします。そうですね、皆さんが作り出す雰囲気のおかげで本当に今年は残留できたと思っているので、そういう雰囲気を作り出せる皆さんとまた来年一緒にできることは本当に僕自身も本当に楽しみです。あと僕の、ちゃんとっていうんですか、応援歌も歌っていただいたりとか、あとユージの応援歌とかも、作っていただいて歌っていただいて本当にありがとうございました。おそらく皆さんが思っている以上に僕たちっていうのは皆さんの声援でエネルギーを本当にもらっているので、そういう12番目13番目の選手のような役割を担う皆さんの声援というのは本当に貴重だと思ってますので、なかなかこうありがとうございましたって言える機会も今までなかったんですけれども、改めて1年間本当に応援していただいてありがとうございました。またね。